1952年田代文久は日本の政治家、元衆議院議員、以後三段。妻は治安維持法犠牲者国家、賠償要求同盟福岡県本部顧問の列、福岡県能型市生まれ、旧制統畜中学第五高等学校を経て、京都帝国大学経済学部卒業。 京都帝大在学中は、阿波徳三郎らの主催する読書会から発展した社会科学研究会に所属し、帝大を卒業した1929年日本共産党に入党。もうか単行で事務員を務めた後、共産党九州地方委員会議長や党、中央委員などを歴任。1949年の総選挙で福岡2区から立候補し初当選を果たす。 自身としては、国政選挙に3度目の挑戦であった。その後、党内で、処位、50年問題が発生したしろもこれに、巻き込まれたが、1955年7月の6、全境を機に復帰。同年の総選挙以降に実施された4度の総選挙に、挑むも、議席獲得には至らなかった。しかし、1967年の総選挙で当選し、実に、 約14年不利の国政復帰となった。1969年、72年の各総選挙でも当選し、通算4期国会議員を務めるが、議員在職中の1972年には、共産党所属国会議員としては、初の国会委員長である石炭、対策特別委員長に選出された。合戦を期した1976年の、 第34回衆議院議員総選挙で落選して、以降は地盤を小沢和明に譲り、政界を引退する。1996年2月29日、心不全により、福岡県音楽郡岡垣町の病院で死去。95歳。ありがとうございます。